許せない戦いが続くこのコンペティション、歓喜の瞬間を目指して選手サポーター一丸となってこの戦いに臨みます。スタジアムには多くのサポーターが詰めかけ勝負の行方を見守っています。この時間は AC ミラン対アルゼンチン、こちらをご覧いただきます。天候ですが今夜の天気は晴れの模様、いいコンディションの中今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。素晴らしいセービング、やはり見せてくれますね。難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたよね。いや枠捉えてましたよね今のボレー。そうですね、しかしまたそれ以上に素晴らしい反応を見せたキーパーです。左サイド上がっていく、ここでマッチアップと呼んでいた。ペドリから久保、フィーゴ、ロナウジーノに渡る。香川、ここは対応します。ムバッペへのボール、この辺の攻防は非常に見応えありますよね。いいディフェンスです。カウンターを仕掛けます。ロングボールで展開、これは合いませんでした。さあアルゼンチンボールです。ディアスから香川、久保、久保へ、久保、久保、さあコーナーキック、ミラン、このファーストハーフ最初のコーナーキックはミラン、ビルフォーデンへ、自分で切り込みシュートの持ち込みなんですが決まりませんでした。まあ彼にボールを持たれてしまったらシュートまで行かれてしまいますよね。多少のリスクは覚悟して人数かけていった方がいいと思うんですけどね。フォーデン、非常にドリブルがキレのある選手です。ミドル、ターン、すごい反応を見せました。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。クリアの対応、ビルフォーデンへインターセプトを狙う。さあマテウス・クーニャ、さあカウンターのチャンスになります。カイル・ウォーカー、ここはつながりません。ビルフォーデンへ来た、これも止めてきます。ここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。さあ前半が終わりました。アルゼンチンとしては得点には至りませんでしたけど、特に終盤で見せた攻撃は迫力ありましたね。先制して折り返そうという気持ちを感じ取りましたね。 Thank you very much for your cooperation. AC ミラン対アルゼンチン、前半を終え0対0、後半へと折り返します。Substitution for Milan, number 6, Mbappe, number 17, coming on the field.
集中できていたじゃないですか。少し時間を置いてあると、ピッチャーがどう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね。どうするか。シュート。スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。足元ではなくて、やはりこう少しスピードに出せるボールがね、非常に効果的ですよね。フォーデン、レオンがもう一つ前に行きたい。来た！来た！先制！裏！ようやく均衡を破りますミラン。ゴールに吸い込まれるような素晴らしいシュート。とっさの判断だと思うんですけどもね、空いているコースを見逃さず一気に決める、いいシュートでしたね。レオン監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いやこの采配は大谷ですよね。ここで期待に応えてきますよね。さあミラン先制ゴールを決めました。1対0先制点欲しかったですからね、はい、まだ後半時間ありますから、この後のゲームの進め方はチーム内でもう一度確認しておきたいですね。そうですね。このマッチアップどうなる。さあカウンタースピードを上げたいところ、ここもしっかりディフェンスしました。カイル・ウォーカー一旦戻します。キーパーからのロングフィード、中心ファウルを取りました。アルゼンチンとしてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。そうですね、流れをつかみたいところです。これは合いません。ムシアラマッチアップのシーン、いい攻撃の形は作れてますよね。そんなの終わるわけにはいかないですからね。抜けるか、シュート、これがダメ押しゴールになるのか。素晴らしいボールコントロール、ボールがゴールに吸い込まれていきました。キーパーの位置も見てましたかね。取れない位置にボールを置いていくような技ありのシュートでしたね。レオン今日2点目のゴールです。ミラン得点を重ね2対0という展開。いや時間帯がいいですよね、はい、この時間での2点差は精神的にも楽になりますよね。大きな1点ですよね。そうですね。インターセプト、ボールはクリア、振り抜いた、惜しいシュートです。まあどんな状況でもどこからでもゴールになってますからね。意識高いですよね。デブライン得意のミドル、フォーデン主審時計を見ながら長いホイッスル。